これ井村屋さんの公式ツイッターなんですけれど、ここここでもこれ7月8日だったので結構前にね発売されていたんですけれど、また再販ということで、一旦ねこうお休みしてた期間があったんですけれど、また再販しているということなんですよ。もし中華まんで皮だけが食べたいっていう方がいらっしゃったら夢の商品です。あんまいないかもしれない、周りでそんな人あんま聞いたことないんですけれど、私は昔からその皮が大好きで、中身正直なくてもいいなって思ってたんですよ。なんなら皮だけ欲しくて、お父さんがね食べてるものを皮だけもらうみたいなことをしてたりしてるくらい皮が好きだったので、これは私にとってはすごい夢の商品だったんです。でも母には多分ナナにしか需要ないんじゃないかって言われたんです。そんなことはないと思う。そんなことはないけど、でもそれくらい周りにあんまりいないんですけれど、まあ一応ねこういろいろアレンジも効くので、いろんなアレンジにねしてもいいと思うんですけれど、私はこのままが好きです。このままが好き、そう。ぜひぜひ大量発注はしてない、さすがに一人だから。でも2つ頼んだんですよ、結構。それでも2つ何個入りかな、6個入りかな、6個入りを2つで昨日届いて早速1個食べたので、これ美味しいんですよ本当に。なので